ちょっとこれを言うと嫌われちゃうかもしれないですけど、なんでコロナ対策やってたかっていうと、もう言ってもいいかもしれないです、ここまで来たらね。コロナ解説に関しても、もうこれのためです。ちょっと嫌われちゃうかもしれないですけど、正直に言います、僕は。もうここまで来たら正直に言います。僕はコロナ解説はここのためにやってました。なんでかっていうと、わかりますよね。ホリコードっていう存在を知ってほしかったからです。だからやってました。ずっとやってました。だって富山のコロナ解説ってやったら、それは富山県の人来るよねっていう。それは見に来るよねって。で、多くの方が見に来てくれるし、その中で、富山市の方がもしいらっしゃったら、だいたい2人に1人はおそらく富山市の方だから、その後富山新鮮っていうかね、こういうところにもいいんじゃないかっていうことで、ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、まあそういうことでやってました。ずっとやってました。で、今回、もう落選して、で、これから選挙に出ないって僕、今言いましたよね。妻との約束っていうかね、ちょっとかなりね、っていうね、ことなんですけど、落選しちゃったから、もうないよってことです。いや、そういうことですね。だから、このコロナ解説で、ホリコードを知ったよって方がすごく多いと思います。そうなんだけど、でも僕はそれは政治活動としてやってました。ちょっと申し訳ないですけど、要はそういうようなことで、っていうことです。なので、今、本当感染者増えてますけど、もう、やる意味もなくなったっていう感じかな。いや、今回、落選が分かった時点で、ああ、もうコロナ解説やることないんだなっていうことも思ったし、もう、次の道っていうかね。今まで、選挙とかね、NHK の受信料とかっていうこといろいろ言ってましたけど、もうそれも、もう言えないんだなっていうような感じかな。